ライジンランドマーク8位インサガ24日サガアリーナ第5試合で芦田貴弘に TKO 勝利した怪物くん鈴木博明が試合後にヤーマンとの対戦アピールしたことを受けて、ヤーマン本人が自身の X、旧、Twitter で前向きにアンサーした。